ふう、冷えるな。ああ、すごい風だね、ピクルスさん。今夜は嵐になるそうだよ。天気予報で言っていた。はあ、やだな、嵐怖いよ。そうだ、何に隠れちゃえばいいんだ。あそこなら嵐が来たって、おいら言っちゃらさ。見てよこの花、曲がってるね。後で直してもらえば。その前にピクルスさんのお手伝い。でもだってさ、でもはなし、さっさと仕事だよ。どこから手をつけようかしら。ほんとひどい嵐だったね。うん、飛ばされそうになっちゃったよ。おはようみんな。うわー、ひどいなこれ。えへえ、片付けるだけで一仕事。でも農場に行かなくちゃ。ピクルスさんから電話があって、嵐でいろいろ壊れたって。スクープマックロフティ、一緒に来て。じゃあここ私に任せて。よしみんな、それじゃあ行くよ。準備はいいかい。もちろんさ。うん、もちろんさ。行ってきます。行ってらっしゃい。おはようピクルスさん。おはようトラビス。おはようスパッド。ピクルスさん、納屋に木が倒れてきてさ、見てよこの花。ボブが直しに来るよ。え、オイラの花を。いや、納屋だよ。でも僕たちで直せるよ。気持ちはありがたいが簡単な仕事じゃない。だからボブを呼んだんだ。ああ。おはようございます。うわー、これはひどいですね。そうなんだよ。直してくれるかい。ええ、もちろんです。マック、スクープ、まず庭を片付けて。オッケーボブ。ロフティと僕は納屋の修理だよ。トラビス、スパッドと一緒に羊に餌をやってきてくれ。ああ、分かったよピクルスさん。ほら羊ちゃん、ダメだよ、押さないで。干し草がいっぱいあるからさ。ねえスパッド、あの木を見てごらん。ありゃりゃ、きっと夕べの嵐のせいであんなになっちゃったんだね。近づかない方がいい、倒れると危ないよ。それならいっそさ、倒しちゃえばいいじゃん。そしたら安全だろ。うん、勝手にやってもいいかな。いいに決まってるじゃないトラビス。トラクターなんだから引っ張るのが仕事だろ。そうだねスパッド、ピクルスさんもきっと喜んでくれるね。よし、納屋の上に倒れてる木を持ち上げて、ここに下ろして。そしたら僕がノコギリで切るから。うん、あ、分かったボブ。あ、よし、上げて。ありがとうロフティ。次は僕たちの番。そうだよ、一緒に壊れた納屋のゴミを庭の真ん中に集めてくれる。だけどいいかい、気をつけてね。大丈夫さ。おや、どうして羊がこんなところに。ダメだ、くすぐらないでよ。何かあったんだろうか。ロフティ、ちょっとトラビスとスパッドの様子を見に行ってくれないかな。うん、分かったボブ、行ってくる。頑張れトラビス、もっと力入れて。あ、精一杯やってるよスパッド。あ、こんにちは、何してるの。このままじゃ危ないから傾いた木を倒そうと思って、
ピクルスさんもきっと喜んでくれるよ。君も手伝ってくれる？うん、ちょっとならね。さあ、さあ、ありがとう、ロフティ。うわあ、見て、リスだ。どこから来たの？ああ、もしかしてこの木に、ああ、住んでたとか。大変だ、どうしよう。こっちは終わりましたよ。ありがとう、ボブ。その丸太はストーブの焚き木に使わせてもらうことにするよ。後でロフティに片付けてもらいます。でも変だな、もう戻ってきてもいいのに。うん、ちょっと様子を見に行きましょうか。出ておいでよ、リスちゃん。ねえ、こっちおいでったら。その花のせいじゃないかな。きっと怖いんだ。僕がやるよ。おいで、リスちゃん、一緒に遊ぼう。そこで一体何してるんだい？お腹を空かせた羊がこっちにやってきたぞ。ごめんなさい、ピクルスさん。そのこの木なんです。悪気はなかったんだよ。でもリスのお家がなくなっちゃって。初めからちゃんと詳しく説明してくれないかな。というわけさ、僕が悪いんだ。勝手に木を倒したりしちゃいけないよ、トラビス。本当にごめんなさい、ピクルスさん。怪我をしたら大変だよ。ごめん、ボブ。リスたちの住むところを見つけてあげないと。新しい木を作ってあげたらどうかな。マック、それは無理さ。木は育てるんだよ。ああ、そっか。じゃあ巣を作ってあげることは。ああ、それならできるね。いいね、名案だよ。よし、みんなすぐ仕事にかかろう。やるよ。ねえ、ロフティ、ちょっと頼みがあるんだけど。農場の隣に庭があってね。それでひそひそひそ。よしと。よかった、リスも新しい家が気に入ったみたいだ。でもなぜスクープは穴を2つも掘ったんだ？新しい木を植えるんだ。今ロフティが取りに行ってる。あ、うん、はい、お待たせ。あ、かわいい木だよね。新しい家だけじゃなくて遊ぶ場所もできたね。バカなことして本当にごめんなさい、ピクルスさん。いいんだ、間違いは誰にでもあるからな。しかし新しい木を植えるというのは素晴らしいアイデアだったぞ。ありがとう、ピクルスさん。そんなに頭がいいんならさ、トラビス、さっさとオイラの花も直してよ。ああ、そうだった、大丈夫だよ。ピクルスさんに新しいのを頼んでおいたから。そうそう、はい、どうぞ、スパッド。ほら、なかなか立派だろう。あ、ありがとう、トラビス。ありがとう、ピクルスさん。こりゃいいや、新しい花気に入ったよ。素敵な花。え、うん。よし、納屋の上に倒れてる木を持ち上げて、ここに下ろして。そしたら僕がノコギリで切るから。うん、あ、わかった、ボブ。あ、よし、上げて。ありがとう、ロフティ。次は僕たちの番。そうだよ、一緒に壊れた納屋のゴミを庭の真ん中に集めてくれる。だけどいいかい、気をつけてね。大丈夫さ。おや、どうして羊がこんなところに。ダメだ、くすぐらないでよ。何かあったんだろうか。ロフティ、ちょっとトラビスとスパッドの様子を見に行ってくれないかな。うん、わかった、ボブ、行ってくる。頑張れ、トラビス、もっと力入れて。あ、精一杯。ボブと
冷えるな。ああ、すごい風だね、ピクルスさん。今夜は嵐になるそうだよ。天気予報で言っていた。はあ、やだな、嵐怖いよ。そうだ、何に隠れちゃえばいいんだ。あそこなら嵐が来たって、おいら、言っちゃらさ。このままじゃ危ないから傾いた木を倒そうと思って。ピクルスさんもきっと喜んでくれるよ。君も手伝ってくれる？うん、ちょっとならね。さあ、さあ、ありがとう、ロフティ。うわあ、見て、リスだ。どこから来たの？ああ、もしかしてこの木に、ああ、住んでたとか。大変だ、どうしよう。こっちは終わりましたよ。ありがとう、ボブ。その丸太はストーブの焚き木に使わせてもらうことにするよ。後でロフティに片付けてもらいます。でも変だな、もう戻ってきてもいいのに。うん、ちょっと様子を見に行きましょうか。出ておいでよ、リスちゃん。ねえ、こっちおいでったら。その花のせいじゃないかな。きっと怖いんだ。僕がやるよ。おいで。ひどいや、ナヤがぺちゃんこだ。スパッド、どうしたの？大丈夫？大丈夫じゃないよ、トラビス。見てよ、この花。曲がってるね。後で直してもらえば。その前にピクルスさんのお手伝い。でも、だってさ、でもはなし。さっさと仕事だよ。どこから手をつけようかしら。はぁ、ほんと、ひどい嵐だったね。うん、飛ばされそうになっちゃったよ。おはよう、みんな。うわぁ、ひどいな、これ。えへぇ、片付けるだけで一仕事。でも農場に行かなくちゃ。ピクルスさんから電話があって、嵐でいろいろ壊れたって。スクープマックロフティ、一緒に来て。じゃ、ここは私に任せて。よし、みんな、それじゃ行くよ。準備はいいかい？もちろんさ。うん、もちろんさ。行ってきます。行ってらっしゃい。おはよう、ピクルスさん。おはよう、トラビス。おはよう、スパッド。ピクルスさん、納屋に木が倒れてきてさ、見てよ、この花。ボブが直しに来るよ。え、オイラの花を？いや、ナヤだよ。でも僕たちで直せるよ。気持ちはありがたいが、簡単な仕事じゃない。だからボブを呼んだんだ。ああ。おはようございます。うわあ、これはひどいですね。そうなんだよ、直してくれるかい？ええ、もちろんです。マック、スクープ、まず庭を片付けて。オッケー、ボブ。ロフティと僕は納屋の修理だよ。トラビス、スパッドと一緒に羊に餌をやってきてくれ。ああ、分かったよ、ピクルスさん。ほらほら、羊ちゃん、ダメだよ、押さないで。干し草がいっぱいあるからさ。ねえ、スパッド、あの木を見てごらん。ありゃりゃ、きっと夕べの嵐のせいであんなになっちゃったんだね。近づかない方がいい、倒れると危ないよ。それならいっそさ、倒しちゃえばいいじゃん。そしたら安全だろ。うん、勝手にやってもいいかな。いいに決まってるじゃない、トラビス。トラクターなんだから引っ張るのが仕事だろ。そうだね、スパッド。ピクルスさんもきっと喜んでくれるね。